ぱいいっぱいついてる、いっぱいついてる T シャツです。これはでも妹に、え、カーテンついてんのって言われて、お母さんにカーテンって、カーテンみたいって言われた。はい。そう、レースがいっぱいついた T シャツです。これはメリージェニー、メリージェニーで買った。メリージェニーでね、もう一個 T シャツまた買ったんですよ、違う T シャツも。うん、また来たら教えてあげます。髪きれいだね、ありがとう。髪きれいでしょ、美容院行ってね、髪サラサラ。明日は生誕祭、イエーイ、嬉しい。生誕祭楽しみ、めっちゃ。今日ラジからね、なんかね、明日の生誕祭の日楽しみですって連絡来た、ラジから、ひななからも。でもほんと楽しみすぎてやばい、明日頭おかしくなりそう。でも本当に楽しみで、そう、私もめっちゃ楽しみで、普通に楽しみ。ひななが、お代理めっちゃ生誕祭楽しみにしてるって言ってた、だって。え、はず待って、どこで言ってたそれ、はずいんだけど、やめて。そう、マジ楽しみすぎて。でなんか生誕祭やるよってなった時も、ラチとカナブンが、え、私たち出れますかみたいな、私たち出れるかなみたいな、出れますかって言って、私がいやーどうだろうみたいな、えー、って出たいですみたいな、そう言ってくれて嬉しかった、可愛かった。でね、そう、それでなんかラチがマネージャーさんに、私は出ますかって聞いてね、マネージャーさんがうん出るよって言った時に、私がなんで言うんですかって、そう、なんで言うんですかって、サプライズ、サプライズにしようと思ってたのにとかっていう謎のマネージャーさんも困惑。そう、明日楽しみ、楽しみましょう皆さん、なんか楽しい感じでよろしくお願いします。
はい、拍手とかよろしくお願いします。はい、明日はねおしゃれ祭りみたいな感じで楽しみましょう。そう、秋葉原おしゃれ祭りです、明日は。この間ダサいって言ってたやんだって。ダサいはスタッフさんにダサいって言ってもいいよって言われたからダサいって言った。うん、でもね、ああやってねみんなにすぐ覚えてもらえるようなイベントの名前にしてもらえたので、スタッフさんに。そう、ありがたや。そう、ダサい。目元メイクしてる？してない、今日。ダサい、ダサい、ダサい。明日雨っぽいだって。え、やだ、なんで？晴れてくれ。スカジャン持ってますか？持ってない。欲しい。買いに行きたい。明日雨なの？もう最悪なんだけど、私生誕祭いつもなんか天気悪い。晴れてよ。うん、台風の時あった。一回延期になったから、一昨年の生誕祭延期になった。エイトのオーディションの時背が高いから見つけやすかった。やった。初めての生誕祭は晴れてたよね、だって。え、覚えてない。晴れてたかな。うん、エリちゃん焼きそば好き？だって。まあ、好きかな。片焼きそばの方が好きかも。明日晴れますよ、ね、同じ神奈川県民として見ています。イエーイ、神奈川。
お代理みーちゃんの香水つけたらってつけた。同じ日本国民として見てます、イエーイ。同じ人類として見ています、イエーイ。同じ国民です。K は神奈川の K だって。違うよ、カレーの K だよ。チーム K の K はな、カレーの K なんだよ。わかるかみんな。カリー、カリーの K や。チーム K の K はカリーの K だ。わ、わかるかみんな。チーム K の K はカリーの K。うん、カレーは C なのにだって。それは誰が決めましたか、カレーが C なんて。 K です、カレーは。お代理がそう言うならだって。そうです、そうです。うん、やばい、片揚げポテトも K じゃん。 K から始まるさ食べ物って全部おいしくない？カレー、カレー、片揚げポテト、唐揚げ、かき氷、カツサンド、コロッケ、やばくない？全部おいしい。やばい、めっちゃお強いやん。ケーキ、クロワッサン、クリームソーダ、キュウリ、クッキー、全部おいしいんだけど。 K で始まる食べ物、やったー。あ、栗きんとんもある。チーム K の K は髪の毛の K です。いや、K、カナブンの K かな。なんかさ、シャムネコっていう曲を披露したんですけど、オーディションでね。私たちそうどこか似てるのかなっていう振り時があって、リハーサルではね、私たちそうどこか似てるのかなのかなのとこだけね、カナブンが抜かれてたんですよ、でけえモニターに。
そうだから私めっちゃ感動して、あのリハの V 見て、えってカナでカナ抜かれてるやんみたいな。そうだから嬉しくて、そうカナに言ったんです、それを。そしたらね、笑ってた。そうかな。だから偶然だったらやばくない？奇跡。奇跡は間に合わない。持ってるかな分。イエイ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 。え、本当だ。奇跡も K じゃん。だって K から始まる言葉全部いい言葉じゃん。うん、楽しかったオーディション。ご機嫌ちゃんってきた。ご機嫌ですよ。希望の系、うわいいね。てか私もうチームメイトのやつ見れなくなっちゃった。27時間経っちゃったからショック。お代理に赤いスイートピー歌ってほしかったって。えね、私なんかみんな、 なんかプリテンダーとか歌ってる人いて、えいいなって思った。プリテンダー、私は香水か勇気 100% か、あれ夏祭りを歌いたくて。そうでもまあ違う曲になって、そうでもプリテンダーを歌ってる人がいたら私もプリテンダーが良かった。香水も入ってたんだって。いや違う、最初にそう3つ候補に出したのがその3曲だったけど、そうまあ違う曲になりました。そうだからいつか夏祭りは負けないで横浜のピアリーナで夏祭り負けないでがダメだったら夏祭りを歌う予定でしたって話したかな。うん、言ったか。うん。夏祭りも聞きたいだって。いつか歌いたい。横浜おしゃれ祭りって何するんだろう。なんかおしゃれなことできんのかな。めっちゃ楽しみ。だっておしゃれ祭りでさ普通にコンサートしたらさ、えおしゃれ祭りって何だったのって絶対なるから、絶対なんかやるよね。私は全くちょっとわからないんですけど、なんかおしゃれな服とか着んのかな。楽しみ。ね、おしゃれなことやらなかったらやばいですもんね。だってファッションショーとか楽しみ。ナノさんとコラボコンサートって楽しそう。
メンバーがおしゃれするの楽しそうだって。横浜という時点でおしゃれ。でもね、だからみんなってさ、アイドルが衣装着てる姿と私服着てる姿、どっちの方が見慣れてんだろう。なんか今ふと思った、私とか私服とかの方がみんな見慣れてそう。なんか衣装ね、なんかねあ、衣装の方が見慣れてますか。衣装かな、だって、衣装、私服かな、パジャマ。どっこいどっこい。確かにショールームができてからさ、私服で配信するからさ、なんかもうそういうイメージついてそう。衣装、私服、半々かな、みんな的に。確かに最近スモアもあるしね。確かに私服でのなんか仕事も多いから、そう、昔だったらね衣装だったと思うけど、もうねこういう配信とか始まったから、もう私服のイメージが、ついた、かも。衣装のがアイドルっぽいだって。いや、そりゃね、そりゃそうですよ。じゃあさ、おしゃれ祭りとかでさ、衣装じゃなくてさ、なんかちょっと私服っぽい服とか着てたら、みんな、でもみんな何でも喜ばないと思うけど、何でも、なんかそういうおしゃれな服着てみたい、ステージで。それいいね、だって。私服とかじゃなくて、なんかおしゃれな服。じゃあみんなで、もうほんと一長羅を持ってきて、その曲でなんか披露とか、おしゃれな服、なんか自分がこの服一番、自分の服の中、持ってる服の中で一番好きっていう服をみんな持ってきて、その服を着て披露とか。そう、自分の一長羅の私服。それで、そう、歌い終わったら、じゃあみんなの服を見てみましょうみたいな感じで、そうで、一人ずつランウェイ。そう、おふざけなしで、もうほんとタミヤティとか、タミヤティもすごい素晴らしい服だけど、みんなほんとにおふざけなしで、もうガチで、もうこれが私の一番のおしゃれですっていう服を持ってくる。やりたい、スマホ投票ありで受ける。俺らもおしゃれしていくの、だって。でも皆さんいつもおしゃれじゃないですか。ね、楽しそう、おしゃれ祭り。浴衣姿も、あ、いいね、浴衣着たい、浴衣。浴衣着たいな。
男はスーツ着とけばなんとかなるだって。ああねえ、分かんない、内容全く分かんないから、まあ、こうやってね予想して楽しみましょう。うん、私袴着てみたい、袴一丁羅企画ありますようにだってでも面白そうじゃない、なんか、うん、エリちゃんドレスコードのある店とか行ったことあるのだって。いや、ないかな、ない。夏服と冬服ならどっちが好き？どっちだろう。わかんない、どっちも、どっちも普通好きとかわかんない。ジーパン NG の店ある？まあ、あるよねそれ、うん、誕生日いつですか？誕生日は4月25日です。うん、小田さんズボンが好きですよね、だって。最近ズボン、なんかね、ほんと前までね、私服でズボンってあんま履かなかったんだけど、そう、意外とね、なんか長いスカートばっかり履いてたけど、最近ズボンよく履く。ズボンの毛だって。どういうこと？ズボンの毛って何もかかってないけど、ズボンって言い方好きだって。他にだって言い方なくない？うちなんかパンツとかなんか言えないんですよね、なんか恥ずかしい。ちょっとパンツっていうの、ズボンのことをパンツっていうのちょっとね、なんか恥ずかしいからちょっと言えないんですよ。なんかズボンっていう、だけどなんか配信とかで言葉で言うときはパンツでいいんだけど、文字にするとさ、もうイントネーションとかわかんないからズボンっていう、うん、だってパンツってもう私の頭の中にはもうズボンはズボンなんですよ。もうパンツは違うよ。うん、もうズボンに統一しようだって。そうですね、ズボンに統一しましょう。ズボンって何語なの？日本語です。ジャパニーズランゲージ。
元はフランス語。へえ。長ズボン、長ズボンとか普通に言うんだけど、 T シャツだけで買い物行ったりするだって。え、どういうこと？ズボン履かないでってこと？それはないです。普通に T シャツはよく着てます。うん、T シャツだけでって言ってたよね、さっき。え、だって T シャツだけでって言ったから、え、ズボン履かないでってことでしょ。ありえないでしょそれ。やばい、どんだけロンティー着てんの、どんぐらいのロンティーなのそれは。うん、どういうこと？どういうこと？え、だってさ、え、 T シャツだけでってどういうこと？ T シャツとズボンとかだったら普通に当たり前じゃん。 T シャツだけでってどういうこと？え、 T シャツだけで外出ることあるって、え、え、どういう質問？うん、え？え？上が T シャツだけってこと？え、全然あるよ。え、いつもそう、逆に。あ、ちゃんとズボン履いてますけどね。うん、普通に今日もこの T シャツで出たもん。あ、ちゃんとズボンを履いてます。はい、お題はパジャマで自販機行く人です。そうです、お題に。そういえばショールームまだアップデートしないんだって。え、嘘、アップデートしたけど、夢かな、夢か。 T シャツ、うん、エリちゃんパジャマ持ってるのだって。パジャマ最近は普通に T シャツにお兄ちゃんが GU で買ったズボン、間違えたらしいサイズ。お兄ちゃんはめっちゃ背が高いからなんかS サイズ買っちゃって、間違えて、なんでって思ったけど、なんかそう間違えて取って S サイズ買っちゃったらしくて、男用の。だからそれを私がもらったね。どんな間違え方なんだろうって思って、そうだから私がもらいました。
セーターT着て寝てます私は。うん、よかったね、間違えてくれて。確かにエリちゃんも背高いからきつくない？だって。いや、ズボンだったら大丈夫。まあ男用だし、メンズだしメンズとかもちょっと恥ずかしくて言えないんですよね、男用って。レディースも言えない、なんか女用、女物。うん、そう、男用の S。 スニーカー、ビメンズ買うの？スニーカーはいいなって思ったの買います。 S は S なんだ、だって。うん、なんかさ、スモールとかショートとかさあるじゃん。 S でもスモールサイズ、ショートサイズ。スタバはさ、 S はさ、ショートサイズじゃない？でもスモールサイズのとこもある。だからもうサイズは SML です。あー、そっか、 M ないのか。 T、 トール。なんか難しいよね、そういうのサイズ。スタバとか注文するときめっちゃ緊張するんだけど。うん。ね、スタバ難しいよね。うん、確かに私もトールサイズしか頼まないかも、スタバ行ったら。最近スタバ行った？だって昨日行った。今日の前髪パッツン感が好きだ、だって。本当？いいですか？今スタバいちご、いちごやってるよね。いちご飲んだ。そう、マックのピカチュウのシェイクね、今日飲もうと思ったけど、なんか黄色じゃんピカチュウって。なんかバナナ味かなって思ってワクワクして近づいたら白桃味だったから、なんかまた今度飲もうって思いました。昨日飲んだけど美味しかった。飲みたい。白桃美味しい、だって。うん、バナナ好き、バナナ味。
そう、今日はね、なんか白桃な気分じゃなかったんですよ。そう、バナナな気分だった。うん、フルーリーはバナナ味。あ、そうなんだ、食べたい。バナナ好き。バナナはそんな好き、なんかバナナ自体は食べないけど、バナナジュースが好き。バナナシェイクとかチョコバナナとか好き。縦揺れエビナ可愛い。だって、ヘドバンエリナも可愛い。え、ヘドバンエリナ。うーん、クラブノリ、わかんない。クラブノリ、横揺れエリナ。これハマっちゃった。すごいね、これってやっぱ本当工藤静香さんなんだね、この振り。どこで覚えたのだって。いや、覚えたとかじゃない、私がね、なんか自分の脳みそがこうやって通じてって、手にで、この動きを勝手にやってたんですよ。そしたらね、コメント欄で工藤静香、工藤静香ってめっちゃ来て、え、何のことって思って、私ずっとこれをやり続けてたんです。そしたらね、工藤静香さんの曲の振り付けだったらしい。やばくない？すごい。うん、そう、全く知らなかったよ。うん、おっさんは大体知ってる。だって、知らない、私知らなかった。真似しやすい振りだからね。だって、確かに真似しやすい振りっていいよね。あと真似しやすい振りといえばこれですね。恋ダンスは踊れる。だって、恋ダンス、
わかんない。何？なんかすごいわらわらみたいな。どうしたの？ってきた。何？なんかした？ハート作って。なんかたまにさ、お見送りとかでピースしてとかハート作ってとかってなんか会場とかでもあるけどさ、たまにピースしてとかでピースってやってもさ、なんかすごいあなたじゃないよみたいな、そうことある。でも辛くない。でも辛くない。逆に面白い。そう。そう、逆に面白くて笑っちゃう。そういう時怒っていたって、全然面白いよ。投げキスをしてって作ったら一個ももらってない、もらえなかったって来て、投げキスをしてか。かわいそう、一個ももらえなかったの。うちわにあくびしてって書くなんてやばい。ね、ステージ上ではあくびはできないです。ちょっと家だからあくび出ちゃう。ほう。えりちゃん、逆上がりの振り微妙に間違えてたって。嘘、どこだろう、間違えたっけ。いや恥ずかしい、どこだろう。嘘、自信あったのにな、逆上がり。
じゃあ今の深読みしてください。はい、今来たんですが何の時間ですか？あくび我慢の時間でした。今のはちょっとあくびが出ちゃうからこうやってハミングしてあくびを止めてました。あくびを我慢してました。思いついたダジャレ一つお願いします。あいつね、嘘でしょ、嘘でしょ、アルミ缶の上にあるみかん。私は免許合宿で最後の免許試験の時に、不合格の知らせを電子掲示板を見てマネージャーさんが先に私の受験番号がなかった時のなかったよって教えてくれた時の笑顔をします。はい、それでは小田のその、免許落ちた時の笑顔まで3、2、1。はあ、時ありますかね、数字。あ、出たありますかね。どこだろう。ないですね。あ、なるほど。トゥルルルルルルー、マジこんな感じでした、本当に。そう、私が見つける前にマネージャーさんがそうないって見つけてくれた。まあ、そういう時もありますね。そう、確かにせめて自分で見つけたかったですね。俺は元 KGB だって。何 KGB って。
AKB なんだっけ、笑顔が可愛い番長って EKB じゃん。そしてなんかねファンの人がね755かのコメントかなんかでね、 EKB はエリナ可愛い美人だなって言ってて、えって確かにって、確かにって言わないけど、あーってすごって思いました。うん、EKB すごくいい。あ、いつもより可愛く見えるだって、やった、このストレートヘアだからかな。うん、もうすぐクリスマスだ。サンタさん来るかな。サンタさん来るかな。最近見てるドラマありますか。ない。でも今日はドラゴン桜なんかねテレビでちょっとやってたからちょっと見た。テチ顔がちっちゃくてすごいびっくりした。知ってたけど、なんかドラマ見てやっぱさらになんか顔がやっぱちっちゃいなって見ました。見ました、じゃ思いました。うん、ショールームしてるのになって、あれです、昼やってたんですよ昼。プロミスシンデレラ、あね、プロレスシンデレラじゃなくて、それは私か、プロレスシンデレラ、あ私でもない。プロミスシンデレラキャスト発表されましたね。プロミスシンデレラ、うん、いやー、まあ私的にはね、まあちょっと、まあ見てからですかね。なんか私のそう思いとしては、まあそう、まあ見てからって感じですかね。うん、
面倒な視聴者だなってすいません。だって私本当に原作ファンで、そうすごく原作が好きだったから、そう、まあ、実写も見れたら見ます。うん、プロレスシンデレラって初めてだって。あ、プロミスシンデレラね、プロミスシンデレラ。うん、自分はプロレスシンデレラみたいだって。え、なんかありそうじゃない、プロレスシンデレラって。プロレスシンデレラってありそうじゃない、ドラマで。まあ学校に通ってて、まあ、ある女の子が学校に通ってて、でも、まあ、保健室にいるわけよ。よく保健室にいて、でもちょっと素行が悪くて、まあ、夜はなんかちょっと本当なんかそういう仲間のたまり場みたいなところでイエーイって言って、そう、帰れって言われて、帰らねえよとかって言って、みんなでこうやって走って逃げたりしてる女の子が、担任の先生が、あ、親に、お前ふざけるな、いい加減にしようなって、そう、私の人生なんだからいいじゃんってなって、そうで、その時にそのいいじゃんって逃げた先が、まあ、あの友達の家で、でその友達の、お兄ちゃんがプロレスラーなんですよ。そう、で友達の家のお兄ちゃんがプロレスラーで、そう、なんかすごい、えって、なんかあんたのお兄ちゃんちょっと怖いねみたいになって、そうで、それで、あーって、うちのお兄ちゃんね、まあ見た目はあんなんだけどねって、優しいんだよってなって、そうなんだみたいになって、でちょっと話、なんか話すタイミングがあったんですよ。そしたら、えってかっこいいってなって、えって、えかっこいいみたいな、え、ちょっとあんたのお兄ちゃんかっこいいじゃんってなって、え、嘘でしょみたいな、え、今度プロレスの試合あるけど見に行くみたいになって、え、見に行きたいってなって見に行くんですよ。で試合見て、え、かっこいいってなって、そう、え、私もプロレスやるってなるって話です。うんうん、ちょっと近づきたいがためにプロレスをやる。で最初は生半可な気持ちで、やってんだったらやめろみたいになって、それでも私は本当に、でも本当にまあこういう不純な動機でプロレス始めたしみたいな、まあ、生半可だよなみたいなってなってて、でもまあいろいろ、まあでも頑張ろうみたいな、そう、うん、そう、なんか私はもう学校に行っても勉強なんかできないし、もう未来真っ暗だからって、私はもうこのプロレスで頑張るしかないみたいな感じで、そう、プロレスを頑張っていくっていう、プロレスシンデレラです。うん、うん、そう、男とはプロレスしない、もう女の女子プロの世界で、うん、お兄ちゃんとプロレスを頑張るのも違うんです。プロ、お兄ちゃん、そう、確かにお兄ちゃん、最初はお兄ちゃんと お近づきになりたいっていう気持ちだけど、どんどんプロレス上達していきたいっていう気持ちになっていくっていう、
ワクワクが止まらないって。そう、プロレスのドラマ。でもプロレスのドラマってないよね、なんかあんまりなくない？プロレスのドラマってないよね。なんかボクシングとかならあるけど、ボクシングとかプロレスのドラマってあるかな。でもあれってプロレスなのかな。あ、俺の家の話見てないけど、見たいなと思ってたけどね、見てないんですよ。あ、プロレスの話だったんだ、なるほどね。でも女子プロの話ってないよね。女子プロのドラマとか面白そう、見たい。まあ豆腐プロレスはね、まああるけど、女子プロ大変。え、なんで豆腐プロレスって豆腐なの？豆腐屋さんのここなんですか？豆腐屋さん？うんだって。あ、そうなんだ。へえ。豆腐屋。豆腐屋なんだ。ゆいはんさんが豆腐屋。あ、そうなんだ。へえ。なるほど。ではね、じゃあ今日の配信はこれにて終わりたいと思います。明日は生誕祭です。皆さん来る方は拍手とかで盛り上げていただいて盛り上がりましょう。そしてね、オンデマンドで見てくれる方も楽しんでください。絶対見てね。ではじゃあ今日の配信は終わりたいと思います。いきます、おランキングいきます。13位ホワ、12位ジャン@群馬ニアおだし、11位マー@おだし、10位ヒノト、9位クルリン、8位ソニー@おだし、7位ボマ、6位プロスペクト、5位ミヤちゃん、4位マッカーシー@おだし、3位ナカ、2位ナオナオ、そして1位はカンタ@カンカン。ありがとうございました。では皆さん、また明日公演見てね。ではバイバーイ。